アりがとうごこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイモールや F ショッピングをちょっとお得に購入する方法を、キャンペーンをうまく使い倒すということで、今回はとある方法を利用すれば、ほんの少しだけお得にお買い物ができる方法がありましたので、サクッとお伝えしていこうと思います。 現在、こちらのペイペイモールでは、最大20%相当のキャンペーン。そしてヤフーショッピングでは本日11月5日の後のつく日ということで、最大でも22%相当が還元されるキャンペーンなどがそれぞれ開催中です。まあ、ーショッピングは11月の11日まで結構厚めなキャンペーンがありますね。しかも、ソフトバンク Y モバイルユーザーでしたら30%還元超えの商品があったりと、まあ、かなり激アツなキャンペーンです。もちろん、このまま購入しても十分お得なんですが、まあ、せっかくなので、さらに追い打ちをかけるために、 方法を使いますそれは じゃんということで、ポイントサイトを経由するということですね。まあ僕のチャンネルではかなりキャッシュレス含めてお得な方法で購入される方が多いと思います。ちなみにポイントサイトを経由するというのはどういうことかというと、今出てるこんな感じですね。ポイントサイトにアクセスして、ヤフーショッピングなどで好きなショップを探すと、そしてそこでお買い物をしたら、ヤフーショッピングでペイペイ決済をしたらペイペイの還元を受けることができるのはもちろん、ポイントサイトの還元も受けることができます。なので、すでにいろいろと利用されている方がいらっしゃると思いますが、 ませっかくなので、今回は2つのポイントサイトをお伝えします。まず1つ目はご存知の方も多いと思います。こちらのクイックポイントですね。僕も以前動画で紹介させていただきましたが、こちらのポイントサイトを経由することで、還元されるのは、下にも出ている、PayPay ボーナスが還元されるというところがいいところかなと思います。やり方はめちゃくちゃ簡単で、まずクイックポイントの画面にアクセスします。そしたら、この画面から下に下がって、そうすると、ここに100億円キャンペーン開催中、カッコ PayPay モールと出てると思います。 で、早速こちらをタップしたら、こちら、ペイペイボーナス0.46%と出ていますね。ま、下の方に細かい条件などが記載されているので、それをしっかり読んだ上で、こちらのペイペイボーナスをゲットをタップします。そうすると、ペイペイモールの画面に切り替わるので、ここでお買い物をしたら、ペイペイモールの還元も受けることもできるし、クイックポイントでペイペイボーナスの還元も受けることができるということになります。還元率は0.46%と、ちょい低めなんですが、めちゃくちゃ簡単で、なおかつ、ペイペイで還元 されるのでそれがまた嬉しいですよね。 次二つ目は笑うというポイントサイトですね。こちら僕自身も利用させていただいているポイントサイトです。こちらのポイントサイトはたまったポイントを右に出てるプリンに交換することができるので、そこが魅力的かなと思います。実際の画面を見るとこんな感じにアクセスするとすでにもう一番上のヤフーショッピングのいい買い物の日のバナーが出ていますね。で、下に下がるとご覧の通り、他にも楽天市場のお買い物マラソン、楽天ブックスに、あとはロハコ、あとは旅行サイトのじゃらんとか、あとは楽天トラベルなどがありますね。まあ、この小さ P1% と記載があるのがこれが還元率ですこれは日に日にま還元率が変動するのでまここはお気を付けください で、今回ヤフーショッピングをピックアップしているので Yahoo ショッピングをタップします。そうするとこんな感じにヤフーショッピングで真ん中あたりに商品購入、商品代金の1%還元と出てます。なのでここから商品を購入すると笑うのポイントを受けることができます。そしてさらに下に下がると見ていただきたいのはここの赤枠ですね。Yahoo ショッピング内 PayPay ペペモールでも商品購入もポイント対象となりますということでしたのでしっかりこの笑うを経由して Yahoo ショッピングにアクセスして PayPay ペペモールの商品を購入しても還元されますよという いうことになります。 ちなみに、下のポイントを貯めるをタップしたら、ご覧の通り、Yahoo ショッピングの画面に切り替わるので、これで、あとはこの中で PayPay ペペモールの商品を探したりとか、お買い物するだけということになります。これもこれでめちゃくちゃ簡単ですね。そして、笑うのいいところは、なんといっても、ポイントの交換先が幅広くあるというところなんですよね。ま、T ポイントや、あと、ポンタポイント、ビザプリペイドのキャッシュ、他にも電子マネーなどもあります。ま、先ほどもお伝えしたんですが、こちらのプリンにポイント交換ができたのが、ちょっと個人的にはちょっと感動したんですよね。ま、ご自身の銀行口座 にはもちろん出勤できるんですがまあ、5日以内ということで時間がかかるんですよねまあそれがちょっとネックだったんですけどもまあ、このプリンのアプリを使えば即時交換できちゃうんですよねいやこれ本当に素晴らしいなと思いますちなみにプリンで交換した時の画面がこちらですね笑う1500円受け取りましたポイント交換ということで出てますねなのでます交換から出勤まで早くて本当に簡単ですまあ、ポイントサイトを利用の上で注意点としたら当たり前なんですけどもポイントの獲得条件などをしっかり読むということそしてポイントサイトによっては還元率がバラバラだ あったりするので、まあ、利用規約なども含めてしっかりとここは読むことをお勧めします。 今回大きく2つのポイントサイト、クイックポイントと笑うこちらについてお伝えしました。まあ他にも PayPay ペペモールのお買い物で還元されるポイントサイトもたくさんあるんですが、まあ僕自身が利用頻度が高いこの2つのサイトを紹介させていただきました。まあクイックポイントですと、登録したら PayPay ペペボーナスがもらえるスクラッチ。そして、笑うでしたら条件はあるんですが、登録したら最大800円相当の特典ももらえたりもします。どちらかまだ登録されてない方がいらっしゃいましたら、下の概要欄に登録のリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日動画 は以上ですご視聴どうもありがとうございました。